映画ファンを絶叫と熱狂の嵐に巻き込み続けたスリラー映画の最高峰、ソーシリーズ。そんな過去8作をリセット&アップデートした完全なる新章、スパイラル、ソー、オールリセット公開。果たしてどんな映画なのか。全米興収2週連続ナンバーワンに輝いたこの作品を、映画評論家の松崎武雄と氏家ジョージが徹底解説。ソーシリーズはバスルームで目覚めた会ったこともない2人の男が6時間以内に相手を殺すか2人とも死ぬかというゲームを強要される内容が衝撃的で、世界的に大ヒットしてシリーズ化された作品です。ジェイソンやフレディなどホラー映画のアイコン的なジグソーというのを生み出してですね、2000年代を代表する一つのキャラクターとなりました。そんなシリーズをリセット&アップデートした新章のストーリーは、Hello, Detective Banks.Do you know where your officers are? 地下鉄の線路上で警察官の猟奇殺人事件発生。それはジグソーを凌駕する猟奇犯が仕掛けたターゲットが全て警察官という新たなゲームの始まりでした。 Officer down. That was just a diversion. 捜査にあたるジークと相棒ウィリアムは猟奇犯に挑発され追い詰められていきます。ゲームは追うほどに過激さを増し、戦慄のクライマックスが待ち受ける。 We're gonna tear this city apart. 見どころはジグソーを超える猟奇犯による新章誕生。猟奇犯のメッセージの声が聞き覚えならのジグソーじゃないんですね。 Hello, Detective Banks. Do you know where your officers are? Jigsaw? Well, I thought the Jigsaw killer was dead.今回の猟奇犯はジグソーではないと巧妙に明かしてるんですよ。果たして猟奇犯の正体とは。先の読めないデスゲーム。本作はリアリティのある拷問ガジェットで執行されるデスゲームが連続します。見たことのないショッキング映像でドキドキゾクゾク感がたっぷりです。新しい観客もソーシリーズのファンも十分楽しめる内容になっています。主演のクリス・ロックに加え、怪優サミュエル・L・ジャクソン登場。大物サミュエル・L・ジャクソンが登場して圧倒的存在感を見せてくれてます。得意なあのセリフももちろん登場します。 You wanna play games, motherfucker? 他にもたくさん見どころは用意されている。一度入ったら抜け出せないスパイラル、完全なる新章誕生。生きるか死ぬかお前次第だ。スパイラル、ソー、オールリセット。